目でしょ。これでも顔がメインなんで、顔がメインなんで男女伝わらないっていう。さあ続いていきますよ。箱根仙石原の魅力ベスト10第2位は献上品のワカサギ。来ましたよ、ワカサギの唐揚げ、うまいんだよねこれ。はい、ワカサギはですね、箱根仙石原の魅力ベスト10の第5位にランクインしたんですけれども、芦ノ湖の名産なんです。神奈川県の名産100選の一つにも選ばれていまして、毎年10月1日のワカサギの刺し網漁の解禁日には宮内庁にも献上されているそうなんです。今のシーズンが一番おいしいらしいですよ、うん、夜奥様とワカサギ食べたら仲直りもできたのにね。なんで僕の話になるんですか。骨がね、柔らかくてビタミン D や鉄分など栄養も豊富なんです、ね、サクサクしておいしいんですよ ね。え、時期ってワカサギ、ごめん、物知らないなんでごめんなさい。時期っていうのはあるんですか。この時期が一番の時期ということで、フライや南蛮漬け、ワカサギのカレーなども味わえるそうなんです。ぜひ皆さん、これ食べてみたいでしょう、さあこれ犯罪級の美味しさだそうですけど、スマップ木村さん演じる久遊賢治、はい、そうですね、ワカサギ食って仲直りしろよ。なんで僕の話になるんですか。なんかさっきからもうその流れできてるんで、ね、さあ1位いきましょう。はい、箱根仙石原観光協会が選ぶ箱根仙石原の魅力ベスト10第1位、すすきの原。ということでね、すすきの原はまさしく箱根の秋を象徴するスポットですよね。箱根仙石原観光協会の会長、久保沢さん。